政府は今日、18の都道府県に適用されている新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置について、今月21日の期限をもって解除するかどうかを協議します。兵庫県は今月21日が期限のまん延防止等重点措置について、新規感染者数や病床使用率の減少が続いていることを理由に、昨日政府に解除を要請。岸田総理は措置の解除について今夜方針を表明する予定です。兵庫県では1月27日の措置適用後2度にわたって延長され、飲食店への時短営業の要請などの規制が続いています。兵庫県は措置が解除された後、飲食店への時短要請を継続するかについて今週中にも対策本部会議を開いて決定するとしています。